おはようございます。ジアンズの磯貝です。本題の前にお知らせです。僕のバンドジアンズのニューアルバムヒアインが4月21日にリリースされます。レーベルウォッファー発足第1弾の自信作となっております。タワレコさん、アマゾンさん、HMV さん、ツタヤさんなど各社ネット予約も開始しておりますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。いつもですねこんな感じで、本題の前にお知らせをさせていただいてるんですが、どうして毎回同じ告知をされるんですかというご意見を、いただいたので、せっかくなのでねその理由について、お話ししてみようかなと思います。結論から話してしまいますと、シンプルですね。今回の配信を視聴するのが初めてのリスナーの方がいるかもしれないからです。こういう SNS 上のコンテンツはね、不特定多数の方が聞かれることがあると思うんですね。実際はですねチャンネル登録をしてくださっている方だったり、僕の SNS をフォローしてくださっている方、バンドのファンの方、が多いかなとは思うんですけどね。でもこういうオープンの場だからこそ今自分たちが大事にしていることを開口一番に毎回告知させていただいてます。よくね僕たちが行ってる対バンライブなんかもそれに近い感じですかね。その日アンズを初めて見てくださる方がいるかもしれないので毎回勝負曲をただただ全力で演奏するんです。ワンマンライブだったりね、自分たちのことを知ってくださってるファンが集まるようなそういうクローズドな空間に関してはその空間なりのスペシャルなアプローチになります。シェアの仕方が違うってことですね。多分、ご理解いただけたかなと思います。とはいえね昨今忙しい日々をね送られてる人多いと思います。僕の語りはね毎回、大体3分から5分、そしてその冒頭に30秒ほどね告知させてもらってますんで、もしね嫌な方がいらっしゃいましたら2、30秒進めてお聞きくださいませ。2、30秒ってねイントロの長さとかそのぐらいですよね。本日はですねこの後、とある撮影に行ってまいります。詳しいお話はですねその撮影が順調に進めば後日、お話できるかなと思っております。無事に撮影が進むことをね皆さん祈ってていただけたらなと思います。磯貝の語りではですね磯貝に話してほしい話題をメールにて募集しております。そして僕のバンドジアンズの情報も概要欄に記載しておりますのでぜひチェックフォローお願いします。チャンネル登録もお願いします。それではまた。